西川改札口上り線ホーム機関車留置線後、田村駅は、滋賀県長浜市田村町南線道にある、西日本旅客鉄道北陸本線の駅である。駅番号は、JRA10、琵琶湖線の愛称区間に含まれている。直東駅は、臨時改札を不定期に開設している。1931年、東海道本線彦根駅と北陸線長浜駅の、 間にガソリンカー運行が開始されたことを契機に先行開業した保生寺駅に続いて既存駅間に新設された機動車列車向けの駅であった。このため燃料不足で機動車運行ができなくなった戦時期から戦後しばらくまで営業を休止している。1957年の北陸本線交流電化の起点となり当駅から鶴ヶ駅へは ED70 系電気機関車が牽引することになった。米原駅当駅間は、非電化のまま残り、E10 型や D50 系蒸気機関車による牽引、さらに後年には、ディーゼル機関車による接続が行われた。そのため、当たり駅で機関車交換を行うためホームは移設、延長され、また、上下線間に2本の機関車留置線が設けられた。そのため、旅客ホームの位置が、 現在もずれており、千鳥式配置になっている。機関車の留置線は南北の組に分かれており、北側には交流電気機関車を、南側には前原駅までのつなぎを行う蒸気機関車を収容した。ただし、当駅には転車台は設けられず、上り列車は機関車を逆向きのまま前原駅まで向かっていた。当駅から、 鶴賀駅までの交流電化が行われた当時は、一般の客車列車に自動扉が装備されていなかった時代で、後年のように乗降扉施錠した状態で、客扱いしない運転停車措置を実行的に行うことはできず、機関車交換のために当駅に停車する急行列車の発車時刻も市販の時刻表に記載されていた。一方、手動扉ながら、 扉の一斉施錠が可能な二重計を使用した特急日本海剣は客扱いを行わなかった。1962年に前原駅当駅間が電化され、当駅南方にデッドセクションが設けられた。高直流電車や機動車で運転される特急、急行は当駅を通過したが、高直両用電気機関車は申請がなかったため、 前原駅当駅間の SL 牽引は残り、後に DD50 系、その後で10系ディーゼル機関車により、無縁化された。当駅での機関車付け替えは1983年に、硬直量容器の EF81 系電気、機関車投入による車上を切り替え実施により廃止された。そのため機関車留置線も撤去され、停留除化された。ただし、 ホームと上下本線の再移設は行われず、上下の開いた空間がかつてを忍ばせている。相対式ホーム2面2線を持つ地上駅。工術の機関車交換作業によりかつて特急、日本海などの特急、急行列車も含めたすべての旅客列車が停車し14両が入る長いホームであるが、その後は新快速、普通のみの停車となり、現在の停車列車は、 最長8両編成である。従来の東側駅舎に加え、その後長浜市が行った区画整理、市街化事業により、新たに西側にも改札口ができた。互いのホームは古戦橋で連絡しているが、エレベーターなどの設備はない。ホーム高さは 920mm で、長浜駅北の直流海港も 1100mm への傘上げはされていない。 前原駅が管理している無人駅である。大都市近郊区間の大阪近郊区間のエリア内にあり IC カード乗車券、愛 c o カの利用範囲に含まれている。自動券売機や IC カード対応の簡易型自動改札機が設置されている。日中時間帯は1時間あたり2本が停車する。滋賀県統計所によると、1日平均の乗車人員は以下の通りである。 駅周辺は、水田が広がる地域であったが、直流電化転換前後から周囲に、長浜地方を卸売市場、長浜ドーム、長浜バイオ大学等の各種施設が完成し、また駅前広場も1時間以内は、無料の駐車場を整備するなど都市化が進んでいる。一方駅施設は、西口解説などの一部を除き、交流電化完成時から大きく変わっていない。 この周辺地域は長浜市にとって市外に人口流出を防ぐダム機能の役割を持つ地域として位置づけられており民間による宅地開発が盛んである。また長浜市全体では人口減少傾向にあるが駅周辺の半径 2km 以内は2008年から2018年まで人口が約4%増加している。ありがとうございます。